うちラムです。ラムズキュン。どうも映画チンピラジャガモンの斉藤です。汚い汚い。どうも映画バカ芸人あんこです。パリパリパリパーニュース。はい、シネマショーとは映画好き3人が集まって好き勝手映画について語っていくという番組です。はーい、はい、今回は毎年恒例、今年新作何本見たのを数えよう。イエーイ。コロナ人がね。今深夜3時です。イエーイ。3時のテンション。2021年は、シネマーション調べで1249本、うん、新作出ております。これです。おお、相変わらずすごい量ですね。バラバン、いつもスタッフさんありがとう。ありがとうございます。ということでですね、早速数えていきたいと思います。はい、はい、ペンを何か言うんだ。そうだ、あんこさんがヒーロー。でででででで、ヒーロー。部屋についてるよ。普通にふこんこと言うじゃん。足臭いって言われるし。もう嫌だよ。なんかあんこさん今日臭いもん。嘘。なんで？やだ、これカット。やだ、いつまでも若い。嘘。後でちょっと撮ります。うん。撮ります。はい、でラムが緑。何取ります？え、匂いを取ります。いや、ちょ、いろいろこことここと全部だよ。そう。ああ、いや、冷静になるな、おいおい、ラムも拾うよ、全部。ああ、毎回これやると消える。俺は落ち着いて、こうやって踏むたんびに臭いんだ。おーい。ラムが緑色。はい。で、斉藤さんがピンクです。で、塗っていきたいと思います。はーい、はーい。じゃあ私1月から。じゃあ私こっちから行きましょうか。じゃあ5月から。はい。ヒッチャーもあるよ、あんこさん。あ、ヒッチャーちゃんとリマスター版が入ってるよ。トム、これね、食人雪男見に行きたかったんですよね。マッツ見けるぜ。出た、まっちゃん。まっちゃん、うちの旦那届かない。ん、何、どれ、どれが届かないの。かけぐるい？はい、はい、お兄さんに対して。うるせえ、黙れ。あんたよ、優しさ見したのに。あ、やっとラムちゃんと同じやつに出会っちゃった。チャリン。お金ありがとう。違う違う違う、やったー。違う、イエーイのやつ、嬉しい、イエーイのチャリン。あんこさんからスパチャいただきました。おーい、あなたの番です。いや、来てみてない。そうそうそう、ジャガモンのチャンネルで来てましたね。あ、ありがとうございます、見ていただいて。え、結構見てくれてます？あ、全部見てます。気持ち悪いな。なんでだよ。いないよ、全部見てる人。いや、ほんと原田さんしか見てないから。ここ誰も見てないから。でも俺バット押しに行ってるから。なんでバット押しに行ってんだよ。お前のところにも押しに行くぞ。やめろ、元は少ねえだから視聴回数。そんな、いやいや、こっちよりは上だろ。なよ。マトリックスの T シャツせやで。家帰って、あー、おーい、違いますか、今、頭取ってなかった。今スカイシャークってみんなで見に行った？そう、見に行った。はいはいはい、そうそう、ビッチサマーの見に行った。ビッチサマーって見た、なんか見たって。あ、あれで、あの、ほらシネマズ見て。そうそう、見て見て、30代の。サイト、何書いてる？ちょ、おい、マジ、元カノの名前書くなって。おい、キモ。ああ、もう8月書かない。なんでだよ。ラム終わった。へい、館長。ういういはい、ジダソ。チクシ、チクシ。
ねえ、ねえ見て。何？見て。えい。う。ラムちゃん。ラムちゃん。すごい近いな。近いよラムちゃん。ねえ。いいよ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 。ここも見せちゃおうかな。いやいいよ。何やってた。ちょっとね、パンダ長い。19、7、3、4。ボクソバみたいな。ボクソバ。1、2、2。終わった。終わったよ。5、4、6、7、8、2、3、4、5。竜巻旋風キャッ。しかも臭い。臭い。ちょっと待って、影でわかるんですけど、何この角度、見たことないしね、マンションでこの角度。ちょっと数え終わりました。よいしょ。私はラムちゃん。あ、前行ったらいい。2020年は45本でしたが、うん、2021年は54本でした。おお、すごいじゃん。ちょっと増えた。今年ちょっといろいろあって、うん、全然いけてなかったんですけど、うん、意外にちょっと見てました。大工さんは？はい、去年の2020年は122本でしたが、今年の2021年は135本でした。うわー、バケモンだ。あの、オンライン試写が増えたんですよ。ああね、そうね、うん、そう、それでその増えた方をしました。はい、はい、あんこさん。はーい、2020年は111本新作映画見まして、2021年の新作映画は148本見ました。おー、すげー見てんじゃん。めちゃくちゃ試写行ってるもん。もう引くぐらい試写行って、ありがたいことに。たださ、あと日本で150いけたわっていう。あー、もうここまで来ると数にこだわっちゃうんですね。うん、あと見れてないのいっぱいあるなと思って。あるあるある、ね、こう見るとさ、2人だってさ全然引けてないもんね。引けてない引けてない、うん、だって10分の1でしょそれでも。いや、ということで、皆さんは2021年どのぐらい新作見れたかな。みんなは何本だったかな。ぜひ数えたよっていう猛者がいたら、うん、コメント欄に書いてください。そして、次回はですね、2021年新作映画ベスト5をですね、3人の発表したいと思います。 お楽しみに。しゃごめんなさい、決まらなかった。すげえ天才画家みたいな映像になった。マネージャー引きずり回されました。斉藤さんに一度謝ってもらって。申し訳ございました。申し訳ございました。何つった今。